曲の方教えてよ。もっと米したらいいの？いや、米は、米はそんなにしなくていいです。マジで？はい。米はそんなにしなくても大丈夫です。ギャンブルがいいな。もう本当に冗談抜きで、あれだわ。本当に冗談抜きで。本当に冗談抜きで、宣伝前よりも、お気に入り登録、抜けたわ。もう悲しいよ。悲しいよ。ちょっと今ね、曲を仕入れます、曲を仕入れるということで。まあ、やっぱ、サバちゃんはし、うん、あの、もう一個のアカウントが、ちょっと曲をね、こっちのコミュニティにも、お気に入り登録をしていくと。じゃ、フロムワン持ち込みあります？持ち込みフロムワンありますか？持ち込みフロムワンが、どうなの？持ち込みフロムワンの持ち込みフロムワンは、これは仕入れないとな。やっぱこれを流してから調子いいからな。こんばんは、フロムワンだよ。てれれれれって、はい、フロムワンの持ち込み商品ございますか？持ち込み商品。はい、皆さん、フロムワンの持ち込み商品。お前さ、フロムワンしろ、フロムワンしろって言うけど、お前参加してねえだろ。お前みたいなやつは絶対参加してねえんだよ。お前みたいなやつは見てるだけだろ、お前。お前絶対かけても来てねえだろ、お前。わかるんだ、俺は。貸し出しでもいいよ。じゃあ、フロムワン、じゃあ、フロムワンやるよ。じゃあ、一回やるよ。今日はフロムワン、もう一回やるよ。もう一回やりながら持ち込みを待つよ。で、お前、あれだろ、俺が6連でやって取られるの見てんだろ、正直。6連ですげえもん出して取られるのが見たいんだろ。いいよ。ギャンブルだ、わら、かわいい顔に変えて。お前らが欲しいのが合ってるよ。いや、お前ら欲しいのが合ってるよ。ゴールデントートマウスだろ。いいよ、いいよ。誰が前回1億かけた、お前1億かけてるやつ、お前。本当かよ、お前、アリッサか、お前。病気だな、お前。1340万、お前、小手半も入れ方わかんねえか、アリッサは。病気だな、お前。じゃあいいよ。10名な。はい。6連で、ゴルドテハウス、ゴルドテハウス&スレイブニール理論値、両方持ってけ、お前ら。39万ゴールド、10名お、来いや、受けてやっから10名来いや、お前。まあ、6連なんか想像出ねえから。あ、持ってけ、お前。いいよ。もう6連出したら、39万で、ゾロあり。ね、もう40万高いから。39万ゴールドで、ゴールドで、じゃあいいよ。マジで。はい、5連。5連で、おごいよ。あ、ちょ。39万だけど。66万ゴールド。5連 !66 万ゴールドで、ゴールドで&スレイブニール理論値。いや、お前バイト手伝いこいよ。お、来いよ、スペシャル街来いよ、お前。これ、2億。お、来いよ、お前、ほら。こいつ昔6連出してゴールドで持ってってんだよ。ちょ、よし。74。失礼いたしました。ガイ君、またバイトあるからよろしく。これちょ、緊張すな、これ。残り9名。これは怖いですね、皆さん。もうこんなにいいもん出しちゃうと怖いですね。やばい。なんで今日はこんなに気前よくやってんだろう。皆さん、気前よく頑張ってるので、よろしくお願いします。おいや。ゴールデントーテムハウス&スレイブニールリオンチ。おい、68万ゴールド。おいや！おいや。ちょ、頼む。ほー！
ほう。ちょまやら。体調悪くなるな、これ。いや、ちょまやら、これ。これね、体調悪くなるな、急に。今の3連で60度になって見た瞬間、ちょっと体調悪くなったわ。いや、マジマジ。体調悪くなったわ、今。いや、マジマジマジ。いや、そうだな。俺、よく考えたら昔こういう放送ばっかしてたな。いや、俺昔こんな放送ばっかしてた気がすんな。いや、これだな、フィクサー放送。今、ほんと体調悪くなったもん、一瞬。なんか今、クラッときたもん、今。いや、わかる。あ、正直、3年の時、ええって思った人。私と同じように、って思った人。いや、マジマジマジ。いや、お前ら、だって、いや、お前ら、なんで100万にしなかったの、これ。これとりあえず1人2人3人からで、88 OK、 96 OK、 失礼いたしました。いや、ちょっと96でもちょっと信じられない。1人2人3人残り7名から。これやばいってこの。今日これちょっとやりすぎた。これやりすぎた。もう今日これで終わりな。これでマジ終わりな。これでマジ終わりな。今日ちょっと設定間違えた。これほんと200万だ、これ。これやばいよ、これ。66万から。なんかやばいな。ちょっとなんかやばいな。やっぱ6連だったな。なんかやばいな。なんかやばいな。お前ら10名だからな。82からは。90からか。失礼いたしました。怖いな、6名様。そうか、ちなみにもうこれフロムは、あの最初にダイスを振って数字を4回連続上げることができたら、ゴールデントーテムハウスとスレイブニールの理論値を差し上げます。挑戦料1人66万ゴールド。残り1、2、3、4、5、残り5名から、残り5名。最初、おーやめてくれ、19とかやめてくれ。失礼いたしました。おいな、お前らちょっと待って、お前ら調整してんだろ、お前。おい、ちょっとノリとポコ以外調整してんだろ。一投目の数が少なすぎるやろ、調整してんだろ、お前ら。ちょ、これやばい、これやばいな、これ。あの、フロムワイヤルのやつがちょっと面白かったからこうやってやっちゃってるけど、お前のせいでやべえな、もう。ちょ、早く切り抜けたい。ちょ、お前ら切り抜けたい。ちょ、ほんと切り抜けたい。外1、2、3、4、5、6名目。ライスカレーさん、6名目な、残り。お頼むぞ。ちょ、頼む。は？失礼いたしました。おい、やめて、ちょ、お前ら、ちょっと一投目一桁だけやめてくれよ。一投だけ一桁、もう三、三八とかほんとやめてくれよ。もうマジでやめてくれよ、ほんと。一人、二人、三人、四人、五人、六人、七、八、九、十。モルルちゃんまるです。残念ながら。モルルちゃんまるです。こんばんは、和骨です。受けません。お前、5連は出るんだよ。お前、出る、そうだろう、出るんだよ。これなんでみんな来るかというと、みんなちょっとやってみると出るから来るんだよ。お頼むぞ。はい、龍馬くんからの。頼むぞ。ちょ、お前頼むぞ、マジ。頼むぞ、マジ。50以上。64からの。ちなみに初手60いくつで6連出してしまいます。64から17、失礼いたしました。ルカさん、リナさん、モルルちゃん。やべ、ちょっと緊張。ちょ、これ緊張すんな、お前ら。これマジで緊張すんな、おい。はい、こちら、ルカさんからが、66万ゴールドからがナイスベット。頑張れ。やばいぞ、これは。ナイスからの。65からいいですね。悪くないですね。65から63、失礼いたしました。あの、皆さん、持ち込み募集してます。
皆さん、フロムワンに出品したい方々募集してます。今フロムワンで65、63だと、これでも数字が下がっているので、これは一連で終わりです。39じゃないです、66万です。66万です。66万です。6連で39万で、6連39万でもいいです。6連 OK。 これで6連出したらすげえな。おい、ロアやるか。おい、ロアやるか。ロア、レグナードやるか。おお、怖っ、この人233とか怖っ。はい、モルルちゃんからの、やべえ、ちょ、いやおや、びっくりですよ。お前、結構ドキドキするだ、お前ら。ロアさん、勝てるんすか？ロアさん、今日レギュナル3ですけど、勝てるんすか？66万ゴールド。さあ、皆さん、上昇ロア軍のレギュナード3戦争を見たい方、大きな拍手を。上昇ロア軍のレギュナード、まあ、上昇してもらってるけど。モルルちゃんからの、ほうほう、失礼いたしました。乗り切ったぞお前ら。ロア君、ロア君、今稼いだのに賞金欲しがります。はい、皆さん、賞金、はい、賞金600万ゴールド。はい、賞金、今稼いだ分、賞金、もう嘘だよ、賞金1000万でいいよ、賞金1000万でいいよ、賞金1000万ゴールド。さあ、今日フロムワンで稼いだ分も賞金いたします。レグナード参戦争、はい、レグナード参戦争からの賞金1000万ゴールドから出場者を募集しております。最大3軍です、最大3軍募集いたします。皆様、レグナード3、誰が一番早く討伐できるか、先着3軍、どうせ日課で行ってない方来てください。放送ありです。放送主1名を抱える3軍、全員全滅したらやり直し、全員全滅はやり直しですが、はい、何でもいいです、何でもいいですけど、皆さん、一応ね、3と4はね、3と4はあのルールちょっと変えて、黄色対白だったらもう黄色勝ちにします。皆さん、討伐で、速攻討伐できない可能性があるんで、ね、一番上が撃破、ね、撃破してタイム数。倒せなかったらオレンジ、次黄色、ね、白、ね、全員白だったらやり直し。それで行きましょう。もう雫マイルフもありです、もうありです。レグナード3戦争、もう構成も自由。もう何でもありだよ。何でもありだよ。早く倒したら勝ちだよ。あ、いや。何でもあり、何でもあり、何でもあり、何でもあり。葉っぱも雫も OK。葉っぱも雫も、あれも OK。もう OK、OK。3だから。ね。3だから OK。早く倒したら勝ち。なしの、ロアさん。ロアさん。俺もなしの方が楽しいんですけど、集まんないです。なしだと、多分倒せないです。3結構強いです。3はね、ほんと何も入んないんで。タイムアタックだよ。基本的にタイムアタックだけど、ね。いや、お前ら、10、ね、お前ら。マカロン、じゃ、マカロンじゃない、マカロンなし。わかった、もう、マカロンなし。わかった。マカロンなしで。マカロンは、ちょ、揃えるの大変なんで、マカロンなし。雫あり。葉っぱもあり。うん、1は面白かった。ただもう、ちょっと強いんでね、色が変わっ、もう、3軍が戦ってね、黄色、白、白で全部全滅でも黄色の勝ち。ね。オレンジ、黄色、白だったらオレンジの勝ち。ね。撃破、オレンジ、白だったら撃破の勝ち。ね、スゴロクと同じ。外張りあるよ。外張りがあるから1000万ゴールドも賞金出せるんだよ。まあ、これ募集で、ロアさん。レグナード王者として、エントリーしてくださいますか？賞金1000万です。1000、そうです。1000です。だから、最悪の場合、2軍が速攻全滅して、1軍が黄色いった瞬間終わりです。そうすると早く終わります。はい。勝負が8分ぐらいで終わります。ね、速攻、はい、全滅、1つの軍だけ黄色いったぞ、終わりっつって。
できれば全員倒してもらって、タイム誰が早いかってなりたいけど、全滅しちゃったらやり直しってやってると、1時間以上かかるんで。よろしくお願いします。まあだからね、勝てるかどうかわかんないけど、黄色ワンチャンだなという人もね、エントリー OK です。黄色ワンチャン。その代わり、メンバー1人、装備1人公開してもらいます。メンバーの装備、1人だけ公開してもらいます。もう開幕運が決まんないようにパラディン落とされてもしっかり葉っぱ入れてフォローしろや。しっかりパラディンに葉っぱ入れてからの竹じゃねえ2人でちゃんと押してフォローしろや。それぐらい努力しろや、戦争なんだから。さあ、いかがでございましょうか。さあ、メンツが集まれば最悪2軍でもやりますけど、できれば3軍ですね。ロア君がエントリー可能でしたらロア君にも来ていただき、ロア君がエントリーできないとしても2軍か3軍集まったらやらせていただきたいと思いますが、ね。まあ、これがなしだったら、ドラクエ6やります。フィクサー軍はいらねえよ。もう俺でねえよ。出ねえよ、俺。